なんていうんですか、あのこの論点に限らず全部そうなんだけども、簿記のテキストとかね読んでて、わけわかんねえやつって大体こういうやつですよ。こういうやつ、つまり伝統、昔の名残、これがあります。簿記のテキストに昔の名残があってみたいな。で、名残書いてくれればわかるんだけど、名残書いてないんでね、普通受験のテキストって。だからわかるわけないんですよ、名残が書いてないんだから、ね、はい。だからあ、なんていうの、こう一人で勉強してる時にはこういうのをちゃんと勉強しないとダメなんですよ。止まっちゃってきた。特にこれなんかそうだね。これなんか独学者ね、半年ぐらい止まるとザラにいますからね。これ止まっちゃうんですよ、ピターッと。なんじゃこれはっつって会話の貸し方って左右みたいな感じで進まない、進まないですよ、全然。こうやっておかしいでしょ、借入金なんか貸し方に書くんだからです。なんでこれ借金ならこっち書くんですかって、ね、全部逆になっちゃうんですね、うん、というのが最低のもんですよ。で、肺を直しゃいいのに、直さないという。これなんか。はい。だから、あの、もちろん僕の授業でやってきますから、ね。ある程度言ってきますからね。全部言っちゃうと、大学で注意になっちゃうからね。学者の授業になっちゃうから、コマースが全然頼むになっちゃうから、やりませんからね。これも左右、ここまででいいよっていうところでストップね、させますけど、ね。はい、ある程度は喋ります。こんな感じで。はい。そうすると、例えば、受験経験者にとってみたら、あ、なるほど、そうだったんやと。多分これ辺分かんないはずなんで、ですね、なんで職地でやるんですかって言われても多分分かんないし、なんでこれ相手会長書いてないんですかって言われても、なんか今までそういうふうにやってたからみたいな、なっちゃいますかね。でもちゃんと理由が分かれば、これ納得しますよね。そうすると二度と間違いませんから。ね。だからある程度のこう理屈をくっつけていくと。だから非常に非常に重要です。はい。ただし、初学者にとってみたらね、あの聞くこと聞くこと全部初めてなんでね、最初は大変でしょうけど。しっかりと復習をすればね、ちゃんとついてこれますから。